勝ピーリンスタート5秒前さあ全車きれいにスタートさあ素晴らしいですねフラッシュオンまで一度もかかりません2ウィングクラスピーリン決勝何でも見れますよさあ、スペースで激しいクラッシュ1台さあ、マシンはスピンピンかあ、ちょっとダメっぽいですね長さがエンジンさあ、一瞬の動きで先頭走るのは全日本のレコンフィッシュゲールそして、ピッチゲールコフィー、ピッチ、オクラ、以上の3名蛍光レッド、ブラック、ホワイトの方にこれがコフィシゲルそしてその後ろにピッチ、キヨイク、さらにオクラ白いボディが2台続きます黒いウィングがピッチ、キヨイク、そして透明のウィングがオクラそれ3秒と1分3秒と先行トシグリなんと1秒1後方で1キロ行きさらにその1分3秒後方でオクラさあ、ワンミスで順位を入れ替えますさあ、トミシグリが先行走行中結構レッドのボディさあ、1台引き上がりますはい、ただただありがとうございますストレートをあっという間にかけていくときしげるそしてそのすぐ後ろにピッチキルティそしてコントロールがついた下赤い内のりのウィンドウこれがオフラさあ松田島の方は4番手ですね松田島の方は全県3番蛍光オレンジ蛍光グリーンのボディこれが松田島の方蛍光オレンジ一色のボディイエローのウィンドウこれが TKK時間は2分30秒経過と走るのはいくらの間に飛びしげるしかしなかなかしげるの実力を持つ人に、差を広げることはできません今で引き地域よりその差が 1.7秒 1.8秒さあ3番手の若干を持っていただくと奥ではちょっと引き離されている感がありますさあそしてストレートを見た飛びしげるさらに2番手の引き地がストレート3分経過、残り2分さあ、シゲルの海に移ってきてるでしょう今まで引き引きを引き出せしょ、突入そしてストレート蛍光レッドの時、シゲルがコントローラーが通過そしてそのすぐ後ろ、引き引きが通過さあ、時、シゲルがパーロンを進めて攻めておりますセンター、走りを見せる時、シゲルその差、1.9 秒2秒まで行かないところでなかなか、追いつくことができません引き抜きさらにしぼりの方が一つ打ち切ることができませんさあそしてこのしぼりの前にバックマンが見えてきました DKK が走行しております DKK もしかし前のしぼりのマークが取ってる最中さあ時間の幅だけ4分となる幅だけ4分となるしぼりが先頭でこれとそのすぐ後ろ、ホワイトの一色、TKにありがとうございます。ホワイト一色、黒いウィング、これが2番手に引き地広域。さあ、コントローラーに通過して、時間の4分10秒経過、残り50秒、残り50秒。さあ、シゲルの引き地の高さ、1.4 秒となってる。さあ、まだ40秒あるぞ。さあ、シゲルがラストプロを抜きましたね、残り時間30秒さあ、1.3 秒に詰まってきたシゲルと引き地さあ、1.3 秒お前さんが詰められてきている引き地広いぐらいまでさあ、1.6 秒残り15秒だ、残り15秒でそのまま 1.6 秒これが2択肢を突入したいんでさあ、そしてシゲルがストレート
さあ残り5秒、さあもう終わろうかきた、さあ2番手に1番手、さあ最後の勝負だ、1対1に締める、ゴールデンボールまたその後続けてください、 BKK ゴール、オープンがゴール、さあまだ走行中です、締めるゴール引き地広い2ゴール、カツラジのままで、ね、さあカツラジのままゴールで1ゴールとなりました、 B メイン優勝は小木茂選手でした、おめでとうございます。